稲城大橋から見た玉川サイクリングロード。玉川サイクリングロード、玉川サイクリングコースは、玉川の両岸を走るサイクリングコース群の通称である。特に右岸では、サイクリングコースと名付けられていることが多い。玉祭の略称がある。玉リバー50キロの表示その1、玉リバー50キロの表示その2、玉川サイクリングロードを正式名称とする一本の道路があるわけではなく、 各自治体によって、正式にサイクリングコースと設定されている道、及びそれらの途切れている箇所をつなぐ、一般道、遊歩道、河川敷や堤防上に、道がない場合の迂回路、場合によっては、道と呼ぶのがはばかられるような箇所も含めた総称が、玉川サイクリングロードである。2008年5月、東京都都市整備局は、玉川の東京都側で、 羽田から羽村までのおよそ50キロについて、ウォーキング、ランニング、散策などが連続して楽しめるよう、案内表示施設の設置や案内マップの作成などを検討すると発表。このコースの名称を公募した。この公募には487件の応募があり、7月に入選作として、たまりバー50キロが発表された。以下は、基本的に、 下流から上流へ走った場合を仮定して記述する。玉川河川敷等を利用する5 0トルコースの名称を募集します。玉川河川敷等を利用する5 0トルコース名称を決定。旧玉川サイクリングロードの段差舗装設置調布市。ホームページ玉川サイクリングコースが川崎島で延伸しました。稲城市ホームページ同公園は、令和元年東日本台風の被害を受け、 閉鎖されていたが、令和2年11月7日午前8時30分から解放された。ありがとうございます。